備期間を経て、まあ、おそらくパ・リーグの代表としてね、すごくいい試合をやってくれると思いますけどね。少し間が空いて10月19日の土曜日、パ・リーグの本拠地から、まあ、ヤオクドームから日本シリーズ始まります。王会長も見えていますが、もしかするとジャイアンツとという、ね、可能性もあって、はい、かつて OL 対決と言われた2000年がありましたが、はい、あの時、ま、ダイヤホークスは敗れまして、王会長といいますか、王さんもこの間言ってましたけども、もう一回やって巨人を何度か倒して、それこそ本当の日本一なんだと。ホークスはなかなかずっとその後は巨人と当たることなかったですので、そうですね、はい、そういう思いも王さんは語ってましたんで、まあ、その可能性も高いかなっていうね、状況にはなってきています。まあ、長嶋さんの、ね、姿も見たいですしね。さて、これからクライマックスシリーズの優勝セレモニーが行われます。まあ、とにかくこの CS は4連勝スイープという形になりました。今日はベンチ横から解説尾関達也さんもいらっしゃっていますが、尾関さん、はい、この CS のソフトバンクはどんな風な印象でしたか？そうですね、まあ、初戦ですよね、初戦、まあ、もちろんホークスが先制したんですけどね、はい、そこから、まあ、ライオンズが逆転して、まあ、終盤のところですよね、はい、そこで、まあ、ホークスが逆転したところからですね、そこからもうホークスの、まあ、主導権というのはですね、変わらなかったですよね、まあ、そういう意味では、まあ、そこから、まあ、投打のバランスといいますかね、そこはもう本当にこう、まあ、実力を、まあ、出し切れたといいますかね、そして、まあ、日替わりで、その日でこう大活躍する選手が出てきたっていう、まあ、本当にこういい流れで、まあ、試合がこうすることができたのがホークスだったのかなという感じがしましたね。はい、レギュラーシーズンとはやっぱりちょっと、まあ、一味も二味も違った感じでしたよね。そうですね、やっぱりレギュラーシーズンは先ほど松沼さんもおっしゃられたように、やっぱり怪我人がたくさん主力に出ましたしね、まあ、なかなか思ったようなこう戦いっていうのがシーズンを通してはできなかったと思うんですけれどもね、まあ、ただシーズンに関しては、まあ、それも含めてですね、こうチームとしての、まあ、その実力というふうな部分になると思いますので、ね、怪我人を出さなかったライオンズっていうのはそこは強みだったと思いますしね、はい、ただこの短期決戦でその個人のその実力を出し切ったということですかね。星野元樹様より2019パーソルクライマックスシリーズの優勝額が贈られます。ホークス工藤監督、前へお進みください。このクライマックスシリーズ優勝のセレモニーです。去年について2位からの下克上となりましたソフトバンクホークス、優勝のこのペナントが渡されました。続きまして、まあ、本当に工藤監督の采配というのも非常に冴え渡ったファーストステージから、まあ、第2戦からでした。まあ、やっぱり工藤監督が、この西武球場からスタートしてね、現役を、はい、でいろんなところで野球をやりながら勉強して、まあ、日本一も何度もなって、いろんなものを吸収して今に至ってると思うんですよね、はい、だから経験っていうのはね、本当にどれだけしてるんだろうっていうぐらい、選手の優勝経験もそうですけどね、はい、監督としてもですね、そうですそうです、はい、だからいろんな引き出しがあってね、まあ、ここでは送りバントさせるんだ、出さないんだ、いろんなことをやってここにたどり着きましたよね。まあ、第2戦から、まあ、早稲田をスタメンを外すなど、そこからスタートをして、はい、かなりいろんな策を講じながら、それがズバズバと当たったような印象でした。まあ、第1戦負けた後、イーグル戦で第1戦負けた後、はい、まあ、私もヤオクドームにいましたが、正直あ、もう厳しいかなっていうような、そんなムードがかなりね、まあ、報道陣含めて、はい、いろんなところでこう聞かれましたが、第2戦そのムードを変えたっていうのがまさに、そういった采配であり、松田の活躍であり、あるいは、まあ、内川の活躍であり、まあ、一気にソフトバンクに火がついた、そんな印象もありました。まあ、そしてこの CS のファイナルステージでは、まあ、西武ももちろん勢いは持って臨んだはずでしたが、まあ、ほとんど西武らしさを出させずに、はい、見事4連勝でこの日本シリーズの切符を手にしました。まあ、あとはこの
日本一3連覇、これをぜひ、ね、はい、目指してほしいですね。そうですね、やっぱり、ホークスはね、もうパリーグ代表として、ね、行ってくれるんで、まあ、ライオンズのね、この分も、まあ、楽天さんの分もね、はい、やっぱりみんな応援していくわけですから、頑張ってほしいですよね、はい、特に今年のパシフィックリーグは本当にもう大げさに言うと6つどもえと言いますか、全チームに優勝の可能性がこうあるぐらいのですね、はい、まあ、時期もありました。下馬評ではね、オリックスもかなり上だったんですよね、はい、まあ、それが結局、まあ、順位をつけるということで6位にはいましたけど、それくらいでも混戦の中で戦った、はい、まあ、ある意味みんな必死にね、はい、戦った中で、まあ、セリーグと最後日本シリーズを戦うことになったのはこのソフトバンクと。ですからそういったチームの思いも含めてね、ファンの思いも含めて、はい、ぜひパリーグの代表としてまた日本一を掴んでもらいたい、まあ、実力のパっていうところをね、見せたいですよね、はい、まあ、今季のこれでパシフィックリーグの戦いは完全に終わります。まあ、今年も去年同様リーグ優勝は埼玉西武ライオンズ、そしてこのクライマックスシリーズ優勝、日本一への長期宣言を手にしたのは福岡ソフトバンクホークスということになりました。もうこうやってね、記念撮影を今やってますけど、本当に記念なんですよね、一生の思い出になる写真なので、はい、まあ、王会長がね、また元気で何よりですけども、まあ、いい写真になりますよね。まあ、巨人と対戦になったらね、はい、まあ、それでまた相当な盛り上がりね。そうですね、まあ、阪神が優勝したとしてですよ、クライマックス、これもまた盛り上がるんですよね。だから、ね、どちらとも言えないですけども、まあ、王会長の気持ちは思いを汲み取るとなんかね、ここでもう一回実現というのはね、はい、そうですよね、まあ、ついこの間そういう話をしてたばっかりなんで、はい、より私も追ってしまいますが、ありがとうございました。これよりホークスがライトスタンドに挨拶いたします。一昨年はここでリーグ優勝決め、そして去年はここでやはり CS で取って日本シリーズの出場権を得て、そして今年もまさにここで同じく日本シリーズの出場権を得ました。まあ、ベテランも若手もあるいは控えと普段言われるような選手たちも含めてみんなが働いた、そんな印象もあります。今中にはちょっと上林の姿も一瞬見えたように思いますけども、上林はちょっと残念ながらね、ボールとなどこうされずに、また悔しい1年間になってしまったというか終盤になってしまいました。ただそんな選手も含めて全員で戦った1年間、怪我人が特に出たんで、まあ、2軍の選手も含めて、2軍もそういえばウエスタンリーグで優勝ね、飾りました、はい、そうですね、そして日本一でも、ウエスタンリーグの方でも輝きました。ですから、まあ、あとは1軍の方もね、日本一を目指してという、はい、親子で日本一というところも目指せるのはこのソフトバンクホークスのみとなりました。ソフトバンクホークスが1戦から4戦まで最低でも7点以上取った素晴らしい戦いで4連勝スイープでライオンズを破りました。そしてライオンズファン、残ったライオンズファンからも温かい拍手が、そして日本シリーズぜひともパ・リーグの代表として頑張ってくださいという拍手が今送られます。まあ、こういうシーンってすごく感動的ですよね。本当に温かい拍手を送ってくれて、ホークスの選手たちもね、すごく感謝の気持ちが結構出てると思うんですよね。まあ、静かに大きな拍手も起きていましたメットライフドーム。ただこの何と言いましょうか、非常に静かな、全体とすると静かな雰囲気がですね、はい、なんとも物悲しさも我々にちょっともたらしてくれております。それはしょうがないですよね、こういう本拠地でね、相手の
ソフトバンクというチームを拍手でね、送らなきゃいけないというところはやっぱり寂しい部分がすごくあるんですよね。だけどもやっぱりよくお疲れさん頑張ったねという気持ちも入ってますからね、まあ、来年は我々がって思いでね、皆さんも拍手をしていたと思います、はい。まあ、去年について、まあ、今年でライオンズドラマをこう完結させることはできませんでしたが、はい、来年は、ね、また